新着メッセージなし。オールマインドから連絡が入っています。コーラルリリース計画の実行に向けてあなたの安全を保証したいとのことです。内容を聞いてみましょう。強化人間 C4621 レイヴン、あなたの協力により計画の成就が近づきつつあります。ルビコン技研都市における戦闘では企業の主力パイロットが複数名死亡しましたが、我々の情報操作によりあなたも同じく死亡したことにしてあります。とはいえ身柄の安全まで保証するには我々の保護を受け入れてもらう必要がある。強化人間 C4621 レイヴン、ウォッチポイントアルファの深度2を遡り我々との合流地点を目指してください。説明は以上です。
留地点まで到達していただければ何人もあなたを脅かすことはできなくなります。システム戦闘モード起動。行きましょう、レイブン。オールマインドとの合流地点は震度1、地表付近です。これは何が起きている？停止していた防衛兵器が急に不明です。道中には企業の残存戦力が展開していますが、こちらである程度の破壊工作と防衛システム改ざんは施しておきました。組織とはやはり脆弱なものです。貴様は信用で
水をする状態ではありません。こいつがゲットガンに来てからだ。死神がいる限り俺たちの枠レッドの撃破を確認。レイブ、本来の目的に戻りましょう。強化人間 C4621 レイブ合流地。指定した座標に到達。適正反応上です。司令部に報告、ベスパー3ベイター現着した。貴様、独立傭兵レイブンだな。リペアキダウンタウン。強化人間 C4621 レイブン、まずは安全の確保をお願いします。安全は確保できたようです。強化人間 C4621 レイブン、お疲れ様でした。これよりあなたの身柄を保護します。オールマインド管理権限により保護対象に関する全ての記録を抹消。強化人間 C4621 レイブン、あなたの安全は保証されました。